はい、皆さんこんにちは。テトラワークスの萩原です。この度テトラワークスの方からハジングロトがついに発売になります。名前はね、リアクトという名前のロトになります。で、長さの方はね、まあこちら手に持ってる方、これが最終のプロトタイプになります。なのでちょっと分かりやすいようにちょっとテトラワークスのねシール入ってますけど、製品版はちょっと違うロゴになりますけどね。はい、こちらの方が5フィートジャストで、5フィートジャストで何がいいか、まず狙いとしてシューティングスタイル、ジグヘッド単体での近距離でのねアジング、それをね目的としたロットになります。で、なおかつスケルトングリップ、製品版の方はこちらマットタイプ、もちろん軽さをね出すこと、それとテカンド、こういう感じに竿をね握るじゃないですか、その時にこうブランクスにね少しでもタッチできる、ブランクスにタッチできるということは当たりがダイレクトにブランクスに伝わってくるので、それを手で感じることができる。なので合わせがより早く感じることができる。ティップ、こちらが24トンのソリッドカーボンを使っています。で、トップ1番2番3番こちらまでですね、だいたい24センチぐらいをソリッドで、竿先のなるべく曲がるように、多少のね潮の変化であったりとかアジからの振り上げ前当たりですね、それが感じられるようにソリッドで、ティップ径が一番細くは 0.6 ミリとなっています。なのでそれだけ繊細なアジングを好む方におすすめとなります。で、1番の方と2番、こちらが高弾性の40トンカーボンで、張りが強くなおかつしなやかな巻きで、テーパー自体もちょっと張りがあるんだけれどもちゃんと曲がるような感じのテーパーとしてデザインをしました。ガイドはですね、もちろん元ガイド AT ガイドですねのトル材との下で、上が K ガイドで、もう一個 K ガイドで、あとは、ね、マイクロガイドという感じで、ロットだけの自重で今のところ 40g からちょっと切るぐらいとなってます。で、まあ 160g 前後のリールと合わせると 200g 切るぐらいで、バランスをよく一番よく取ってますので、ぜひご使用の際は 160g 以下のリールと合わせてもらうとよりバランスが取れて楽しいアジングができると思いますので、ぜひ使ってみてください。で、こちらがね12月発売予定となってますので、本数がねちょっと初回なので少なめとなってます。なので店頭で見かけた際はお早めに手に取ってどういう差を感じていただけるといいかなと